お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、この新エタイルワフグね、使っていきたいなと思います。ちょっと前にもこのデッキ出したんですけど、思ってる以上にね、このデッキが強いっていうわけで、今日もね、触ろうかなと思います。で、新エタイですね、新エタイ。こやつが最近使われてるんですけど、なんかまた強いというか、まあ何が強いのって感じなんですけど、もう初手新鋭隊ですら強い。こうやっていくんですけど、まあなぜかって言いますと、まあ初手新鋭隊すると、間違いなく、まあ相手は何かユニットを合わせるじゃないですか。まあファルチであったりだとか、ボーラーであったり、まあこんな感じでね、ユニットを合わせてくるわけなんですよ。これに対して、こう、僕はマジアチャとかムートとかロイフグがあるので、相手の合わせてきたユニットに対して一番いいであろうユニットを合わせられるんですよ。まあなんていうか、後出しですね。後出しじゃんけんができるっていう。100% 勝てるわけですね。なので、これがせこい。これが本当にせこくて、まあ強いっていうので、まあ新兵隊のこのロイフグはね、OP デッキですね。結構。はい。今、マジアチャリ抜いたんですけど、まあ、あれがもしボーラーとかだったら、端前トリトンでボーラー引っ張ったりとか、まあなんか、ボムタワーとか置いてきたら、それをマジックアーチャーで抜いてからロイフグ飛ばしたりだとか、まあ常に後からね、こう、一番いい利策を、合わせて、できると。まあ、言うのがね、せこいんですよね。本当に。まあ、今回、ボーラーいるんで、ボーラーちょっと厄介ですけど、まあ、それもね、ムートで処理したりだとか、まあ、トリトンで引っ張ったりだとか、まあ、そういったところでね、よいしょ。さあ、これは、ワンチャンフリーズがあるものの、裏にマジアチ出せば、フリーズもしにくいでしょう。来たら、急いで、ヒースピぐらいかな。よいしょ。さあ、ボーラーバルキリービビ、あ、スケラフリーズですね。これはもう、先に行っちゃっていい気がしますね。ボーラーは今いないターンで、多分このマジアチにバルキリー当ててきます。いや、当ててこないか。そんな余裕もないか。当ててくる。これちょっとワンチャン延命できそうですね。てか当たってない。オッケー。したらマジアチが残って、これに対して、まあ、ボーラーか？ボーラーかなんか、なんか合わせないといけない。そう、合わせたら、相手もコストないので、攻めることができるよと。で、攻めると僕は守れないよと。いう感じなんですけど、まあまあまあ。これハンター当てて、よいしょ。さあ、スケラ来るものの、フリーズがあるので、もうウッド打つよりはマジアチャでね、一回様子見て、オッケー。いい。美しいですね。まあこんな感じで、後出しですね。一生後出しができるので、まあ強いデッキっていう感じですかね。よいしょ。さあ、新隊を蓋して、まあ、ボーラー来ても引っ張ってあげればいいし、ボーラー来たら、その逆サイドにね、まあ、ロイフグ飛ばすみたいな。バルキリー来んのかな？引っ張れたらいいな。引っ張れた、本当に引っ張れた。よいしょ。で、なんならここのベビでさえ射抜くっていう、このね、謎の射抜きたがりを発動します。やばっ！え、マジ強くない？この、ボーラーバルキリーとかの範囲にもこんな戦えるっていうところで、いや、強いですね。普通、新鋭隊もロイフグも、まあ、範囲デッキに結構苦しいんですよね。なんですけど、いやー、いいねー。まあ、こんな感じで、新鋭隊から行くと、まあ、最初のね、初手新鋭隊強いんですけど、まあ、別にしなくてもいいんですけど、まあ、新鋭隊に対して、合わせてきたユニットに対して、一番ね、相性がいいやつをぶつけていくという、優秀デッキですね。これは素晴らしいですね。新兵隊の強みが、こう、新たにね。だから、陸受けとか、まあ、とりあえず、両サイ攻めれるし、強いし、みたいな感じだったんですけど、今まで、僕の中ではね、強みが。こう、後出しでね、すべて、こう、いいように持っていけるっていうのは、また新しい発見なのかなと、思いますね。新兵隊、ムートロイフグ、ムートマジアちゃん。まあ、この辺がね、いい味出してますね、と。まあ、いう感じでね、トラゲで、ね、いい感じにやっていきたいと。思います。さあ、マジアチャーとトリトン、ムートがあれば、初手新鋭隊すごいしたいんですよね。相手のユニットに対して合わせられるんで。で、ないので、これはヒースピでね、神のヒースピで、完封します。よいしょ！イエーで、ギャング、迫撃ですね。くぅ、これね、迫撃デッキちょっとしんどいんですよ。まあ、しんどいんですけど、まあ、勝てないこともないって感じですね。もう、トリトン、お前、釣り下手。で、マスケとかもいんのか。まあ、一旦、ローフグ飛ばして、防衛ファイボぐらいしてほしいな。まあ、普通に防白でしたね。で、一発、
許容の、許容のね、あのやりゴブが厄介ですね。あれ、スケバレが来そうな香りしたんですけど、来ない。マスキーが多分いるんですよ。で、マスキーを割いたら、オッケーオッケーオッケー。こう、親衛隊ケツから割いたりとか、ペースは持っていきたいんですけど、まあ、端前スケバレ警戒でね。で、ここには、まあ、ナイトだと思うんで、まあ、何をつけてもナイトで止まっちゃうっていうところで、後ろからね、行きます。オッケー。で、これにスケバレ来たら、まあ、ウッドを防衛で使うか、まあ、ハンター使ってもいいかなっていうところですね。さあ来ました。防衛まずあれをマジアチャで抜きたいんですけど、マジアチャがないので、まあ、一回大きいかな。で、今回コウモリとか相手ないので、よいしょ、まあ、守ってね。一旦守ります。で、なんなら迫撃ないターンのこのロイフォグとかは、相手からしたらすごい嫌だと思うんですよ。なんならファイブ防衛とかしないといけない。ファイブ防衛すると、マジアチャがね、生きてくるよという感じでね、ちょっとペースを掴んでいきたいですね。迫撃、どうしようかな。スケバレの落下ダメージですら入れたくないんですけど、今ファイブを使ったので、後ろからマジアチャ裂いて、よいしょ。で、相手もちょっと動きにくいっすよね、これは。あれ、届かねえかな、ムート。いや、届かねえな、多分。で、ここで、行かずに一回さらにね、ちょっとイモるっていう。イモります。で、あの相手のマスケットに対して僕はムートを当てるっていう後出しがね、できるわけですよ。やべえ、これムートがファイブで終わる。くぅ、やったか。いや、ウッドで終わるなんなら。まあまあまあ。で、マジアチャで壊しつつ、いいっすね。これ流れとしてはいいんですよね、今。非常に。いやー、ロイフ飛ばしてえけど、ファイブで一掃されるな。で、スケバレ来る。で、まあ、これはさすがにウッド打ちますね。で、まあ、防迫してきたので、焦らず後ろから。いや、これね、ほんとちまちま削りですね。僕のロイフがマジでファイブで抑えられるんですけど、まあ、それ以外にファイブを使わせられると、ちょっとでかいよねっていう。あれ、マジアチャリに来てえな。ファイブと、オッケーオッケーオッケー、ムートが残るが、あ、迫撃がなんか、やっちゃったよ。くぅー、これな、いつかは、いや、でも、絶対勝てないわけじゃないんですよね。いけます。絶対いけます。で、ここで、こっちにロイフを飛ばすのが読まれてる。何？いいマスケットだ。で、スケバレが、スケバレ来るかな？端前死にたい。これめっちゃいい。来た。で、ここな、ヒースピをこっちに使って、攻めでいっぱいコストを使いたい。あるぞ、あるぞ、死にたい頑張れ。あるぞ、あるぞ。いや、いい。迫撃間に合わない。3体か。いや、2体。もうちょっと稼いで。ギャング来る？来ない。いやー、いい勝負。いい勝負勝ちたい。いい勝負だ。いけるぞ。で、ファイブ巻き込まれない位置にマジアチャ出しつつ、これ誤差ですからね、今んとこダメージ。さすがに蓋して、マジアチャがね、ファイブ来ねえかな。いや、ファイブあるな。使った。え、そしたら、あー、ウッドが、ウッド避けるヒースピー来た。あるあるある。マジある。しかもムート生きてる。来た。で、ナイトがどっちかに出る。ナイト居抜く。ナイト居抜く。ナイト来ない。相手気づいてない。来た来た来た。いや、あるぞ、あるぞ。で、ウッド裂いた。スケバレ来る。スケバレ来んのかい。これ、ロイフグで竹取れたらラッキーぐらい。いい。いい。いいよ。しかもなんなら左も。来たー。なんか知らんけど、刺さってた。あれ？支援隊、ムートのせいで一番前に出せなかった。オッケーオッケー。いやー、いいですね。なんか本当にもう入るか入らないか、すごい際どい感じですけど、まあなんか両サイね、やっぱファイボーをムートに打ちたい。てか、ナイトがいないときに、ムートをね、ファイボー打ちたいんですけど、そうするとマジアッチャが生きて、まあそしたら今度ロイフが生きて、みたいな。結局いつか、まあ相手が追いつかなくなる感じですね。もう完璧の、本当の完璧の、もうすべてを完璧にされると、僕もね、結構辛いんですけど、まああんな感じでね、いつか、もう祈ってね、祈って、ナイトいないときの、まあ、ムートいたとしても、そのナイトを当ててきたとこをマジアチャで射抜いたりだとか、まあ攻めウッドだったり、攻めヒースピで、まあ無理やり突破したりだとか、まあ結構有利というか、まあ相性的には、まあ良くはない。良くないと思います。多分データ、なんか良くなかった気がします。けど、
勝てないこともないよっていう感じですね。やったらダメなのは、まあこの相手のデッキが何でもですけど、こうマジアチャとロイフグとか、まあ、ムートとマジアチャとかがこうポイズンとか、まあ、ファイブとか一緒のスペルで、まあ、美味しくいただかれないようにっていうところだけ気をつけてねいただきたいと思います。というわけでマジアチャかムートがいないっすね。来い、来た、やりますこれね、脳死でやっていきます。もうあれにだってマジアチャ合わせればいいんだよ、僕が言っちゃえばね。でなんかもう一度、あ、来た、これクロスっすね。これにまず削っときます。一旦削っときます。あ、てか待って、死んでずれた。お、最悪、お前やばいやばい。でこれちょっと行った方がいいですね。行ったらマジアチャを気持ち延命できそう。あー、でトルネートないとか、くー、いい防衛してくる。お、待って、でもめっちゃ刺さってる、めっちゃ刺さってる。いや、めっちゃ刺さるじゃん、お前マジそんなにっていうぐらい入ってくれましたね。あー、でかいなー、このダメージでかいなー。で相手は遅延テスラクロスかってなると、ロケなので僕のムートもマジアチャも結構厄介っぽいですね。いやー、一回攻め通されなければ大丈夫そうっすね。で、うぅ、オッケーオッケーオッケー、いいよ、ウッド来るな、オッケー、いいいいムートだ。いや、めっちゃでけえ、これ耐えたのでかいですね。しかも相手端前10コスを今僕6コスぐらいで耐えれたので、さっきまで取られたらアドを回収しつつ、なんならここでロイフを飛ばすと相手はアイスイズナイトだったり、あ、ロケ防衛か。まあユニットで今の守ってくれたらマジアチャで抜きたいなって思ってたんですけど、まあまあ流れはいいですね、非常に。で馬になっちゃってんな、相手馬すぎて馬になったわねってやつですかね。さあ、俺あれ持ってないんですよね、多分。てかスタンプ結構持ってないのが多いんですよ、僕。だから結構欲しいんですけど、まあいいかなって、そんないらねえかなっていう、まあ、部分もありますよね。これナイト使ったので、このまず単純にこのねムートが止まんないです、相手はなかなか。でウッド裂いたらこのヒースピーでね、でうーし、今回まだナイトが回ってくるんですけど、まあそれはそれでね、オッケーオッケーオッケー。あのクロスを壊せたら僕としては万々歳。そして、まあ、クロス来たらロイフグぶっと飛ばせばいいかな。ほんで、ウッド削りで、まあ、クロスも壊しつつ、よし。いや、相手はこれむずいっすよ。で、まあ、ケツハンターぐらい出して、ハンターにロケット撃つかな、撃たないかなっていう相手としてはね、この、難しいところですよね。いや、ハンターに撃つのは違うかなってなっちゃいますからね。で、これは、しっかりタゲ取ってから壊して、でこれロイフグ飛ばしてあげてからのあのナイトをマジアチャ抜きたい。居抜けねえな、あっち行っちゃった、あっち行っちゃったな。まあヒースピでちょっと嫌がらせします、削り削り。いや、さすがに負けなそうですねって言うといつも負けるんで、本当にマジでやべえな、ワンチャン負けるんですよね僕いつも。こういうとこからこのテスラは何なんだ、いきにクロス攻めたいけど、私兵隊来たら一回動くよっていう感じですかね。さあ、あ、これこれこれ、これがトリトンが引っ張るので、多分ここに来るからこいつを射抜く。いや、これこれこれ、後出しですよね、後出しじゃんけん。で全部壊れる。でウッド来たらヒースピ追加、来た。で、あ、左も入ってる。いやー、後出しじゃんけんゲーですね、よいしょ。で、まあケツ親衛隊はさすがに端前クロスでワンチャン持っていかれるので、まあ、ケツユニットからね。やべ。やべ、かぶっていろいろ。やべ、攻め取れてくる。やばい、マジやばい。危ねえ。危ねえ、ワンチャン負けそう。ワンチャン負けそうだけど、焦るな。え、ワンチャンやばい。待って、本当にやばい。ないと来ねえから。一回ね。いや、落ち着いて。これもうナイトで射抜く。やべ。ちょっと本当にやばい。本当にやばい、やばい。冗談抜きでやばい。さすがにバレてるから。オッケーオッケー。でかいでかいでかい。で、壊れて、いや、いい。危ねえ。あとウッド何周だ？てか、ナイトで射抜けるぞ、これ。いや、バレてるな。危ねえ。危ねえ。ウッド2周、ウッド2周、多分。で、これ、ここのマジアチャで射抜きます。あの、テスラ。それでクロスを壊す。いや、めっちゃオシャレじゃない？これ。やばくない？これ。さすがに。で、ウッド、あと、いや、2発じゃねえな、これ。
長えな、打った後何発だ、危ない、やばいやばい、待って本当に、あ、見て、あ、マジアちゃん、お前違う、ボケボケボケ、あ、やばい、ワンチャンも来る、ワンチャンも来る、え、あ、マジアちゃん入った、ふぅー、危ねー、これですね、あの、最後の最後の攻め取るねで、ワンチャン持っていかれるやつはマジで気をつけないといけないと分かっているものの、通されてしまいましたね。まあでも、最後勝てたんでね。よかった。あの、斜めマジアじゃね、結構使えますね。意外と。はい。皆さんもぜひ真似してみてください。というわけで、後出しデッキで、超ずるいけど強いんでね、使ってみてください。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントの方もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。